りょうちゃん。はい、何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが明日来てくから、裾直しといてあげて。おりょうちゃん。いや、どす。いやって、おりょうちゃん、なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りってはじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局ただの人斬りや。おりょう、人斬りなんて大嫌いや。ちょっとおりょうちゃん、あかんかったか。あいつどうかしたのか。あの子な、父親が幕府の役人に切られとるんよ。そうなのか。親御さん勤皇派の活動家やったらしくてな、それで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。まして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな。好き？お涼が俺をか。いや、気づいてへんの？はあ、にっぷい男やね。お涼ちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかるやろ。いや、俺にはそうは思えないが。こりゃほんま難儀やな。さ、お涼ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どす。そうは言っても一体どこに。鴨川とかちゃう。一人になりたい時は静かに川でも眺めたくなるもんやろ。鴨川か。まあ行ってみる。お涼、父親のことをお上から聞いた。そう。はじめさんはなんで新選組に入ったん？偉くなりたい？それとも人を斬りたいだけ？いや、どれでもない。せやったらなんで？俺が新選組に入ったのはある人を探すためなんだ。人探し？俺はそいつをどうしても見つけなくちゃならない。それには新選組に入るしかなかった。はじめさんは人探しなんかのために新選組に入って大勢の罪もない人を斬るっていうの？確かに一番の目的は人探しだ。だが俺は三番隊の隊長というそれなりに影響力のある立場を任された。この立場なら新選組が無用に人を殺すのを防げるかもしれない。少なくとも三番隊くらいは。新選組が人を殺さないように。それでお前のおやっさんが生き返るわけじゃないかな。でも私みたいな目に遭う人は減るかもしれへん。ああ、そうなるといいと思ってる。さあ、もう店に帰れ。おかみも心配してた。
はじめさん。ん？ありがとう。ああ。